ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、先日テレビを見ていたら、女子アナが結婚を発表していたの。うん？日曜昼のアッコさんがやってる番組か？そうそう、すごくおめでたいことなんだけど、なんだかモヤモヤしちゃったわ。後からインスタグラムを見たら、自撮りじゃない写真が結構あって。むむ、霊夢、普段なら、へーってただ聞くだけじゃない？何か思うところがあったのか？なんか、アナウンサーって一般人なのか、芸能人なのかわかんないところあるじゃない？まあ、そうだな。売れてない芸能人より、テレビでの露出があるから知名度は高いよな。厳しい競争を経てアナウンサーになっただけ、容姿も知性も優れた方が多いものね。そういう風に認めているのに、モヤモヤするんだ。鼻につく感じ？まあ、世間の中にもそういう方がいらっしゃるようだから、今回は、鼻につく女子アナの結婚について解説しよう。もやもやを吹き飛ばしてー。それじゃあ、ゆっくりしていってね。では、先ほどアッコさんの番組に出ていた女子アナから解説していこう。うないりさーなよ。さっき、霊夢は自撮りじゃない写真の話をしていたが、ある時、反同性が週刊誌で報じられた。番組内で交際について尋ねられ、いい歳なのでほっといてほしいと、交際を認めていた。だから、お相手の方が写真を撮っていたとしても不思議はない。反同性の話を知らなかったわ。でもいい歳って何歳？1991年生まれ、32歳だ。アラサーなのね。この表を見てくれ、平均的に30歳前後は結婚の時期でもあるようだ。うんうん、アラサーだからそろそろ婚活も、なんて発言も聞くものねー。話が逸れてしまったが、うないアナは雑誌フラッシュに、結婚も35歳までにはして、子供も2人くらいは欲しいと語っていた。ところで、どうして番組中に発表することになったの？番組中といってもエンディングだったぜ。堂本剛さんと桃高菜子さんの結婚の話題の中、アッコさんが切り出し、朝日奈央さんに促される形で控えめに発表したようだ。アッコさんに話を振られたら、発表しないわけにはいかないじゃない。アッコさんは姉御肌のところがあるようだし、世間に公表してやりたかったのかもだぜ。それにうないアナは2021年の夏頃から番組に携わっているからな。で、発表したのはいいが、ヤフーのトップニュースに入ってしまったようだ。そうだったの。まあ私もモヤモヤしたしねー。局アナが番組で結婚を発表することにネットを中心に賛否両論が吹き出した。会社の社員扱いですから芸能人ではありません。局アナを芸能人扱いするのはおかしいのでは？という声もあり、論争が巻き起こったんだ。そうね、どちらの言い分も間違っていないように思うわ。テレビ局専属のタレントなんじゃない？一般人からの扱いも実態も芸能人もどきなんだしいいんじゃない？などの肯定的な意見もあった。ところで霊夢のモヤモヤの根源は？やっぱり自撮りじゃない写真よ。幸せいっぱいって感じだったの。発表だけ聞いてやり過ごしていたら、そこまでモヤモヤはなかったかも。あはは、なんだ嫉妬か。自分で勝手にインスタを見て嫉妬したんならうないさん何も悪くないだろ。まあ批判する人も実は嫉妬していながらそれに気づかず、叩いているのかもな。だが、アナウンサーの個人的な出来事が報道されること自体に、疑問や反発があるのも話してきた通りだ。ファンにとってはプライベートなことも知りたいし、それで親近感が増すもの。フォロワーの方もそういう共有は喜ぶし、本人も嬉しいことを共有したい気持ちはわかるわ。次は弘中綾香アナだ。弘中さんといえば、好きな女性アナウンサーランキングで5連覇を果たしたわね。あの優しい感じの笑顔が老若男女を引きつけるんだろうな。インスタグラムのフォロワーも102万人を超えていることからも人気の高さが伺える。弘中さんってどういう人なの？弘中アナは1991年生まれ、神奈川県出身だ。慶応義塾に中等部より進学し、女子アナとしては珍しくミスコンに出てないそうだ。アナウンサーの登竜門と言われるミスコンに出ていないのに、アナウンサーになれたのね。就活当初、総合職を目指していたようで、人事部に顔を覚えてもらえば有利かもと、選考時期の早いアナウンサー採用試験を受け、合格したぜ。アナウンサー志望じゃなかったのに、受かったのねー。その時の面接担当者は、フリートークは、ズバ抜けてすごかった、面白かったと言っていた。フリートークがいいって、バラエティ番組で芸人さんにツッコミをする片鱗があったのね。弘中アナの出演番組はいろいろあるけど、特に人気が高いのは、激レアさんを連れてきた、かしら。
ああ、そうだな。研究助手という立場で2017年秋頃から出演しているな。結構続いている番組なのねー。放送時間は30分から60分、そして現在はまた30分と変遷しているが、安定した人気がある番組だ。そして弘中アナは昨年2023年秋から現在まで産休に入っているため、代役が立てられている。ところで、弘中アナの評判は？関係者が週刊誌などに語ったことによると、彼女は、人気のアナウンサーなのに天狗にならず、とにかく仕事に真摯で誠実、なんだそうだ。テレビで見ているとあざとい感じに映るけど？一方で勘違い、女子アナらしくないなど言われた時期もあった。姉御肌でサバサバしているという関係者の話や、また、活発でさっぱりしてて、男女ともに友人が多いという声もあったようだ。そんな感じの人なのね。そんな彼女を射止めたのが、3年で売上17億円を達成した新進気鋭の若手実業家である。うわ、社長さんなのね。やっぱりそういうセレブな方たちと女子アナは結婚する方が多いわね。弘中アナは相手の方を社内向けのメールで、大阪出身でコテコテの関西弁を話す、とにかく明るい人と紹介したそうだ。テレビ業界で花形のアナウンサーだと、社会的な接点や交流が多いんだろう。そうすると起業家や有名スポーツ選手との出会いも増える、というのは自然なことだよな。相手の方をもう少し詳しく知りたいわ。岡田翔吾さん、大阪府出身1991年生まれだ。大阪大学在学中にアメリカに1年留学し、大学を卒業後マッキンゼーに入社、退職後2016年に英語コーチングサービスの会社を創業。マッキンゼー？すごいわね。2022年には創業した会社が東証に上場もしている。岡田さんのことを、夢は英語を喋れない人をなくすことと、プライベートでも話すくらい熱い人と評す人もいる。そういう社長だから、短期間で17億円も売り上げることができたと思うわ。弘中さん自身、仕事も順調、人気もある、結婚相手も会社経営をし、明るい人と、大抵の人が羨むのも無理はない。ただ、弘中アナは以前、他局のラジオ番組に出演し、毒舌が空回りし、ラジオは毒を吐けば、成立するとでも思っていたのかねなど批判を受けた。毒舌、あざといなんて言われていたものね。それを上手に個性と強調させてきた印象だわ。そうだな、言いたいことをかなりはっきりというのが魅力的という書き込みを見ると努力の跡がわかるな。言い忘れていたが、インスタグラムに2023年11月に第一子を出産したことを投稿している。おめでとう、ご家族で幸せになってほしいわ。次は加藤彩子さんについて解説するぜ。今はフリーアナウンサーで元フジテレビの局アナだった。カトパンの愛称で、好きな女性アナウンサーランキングには、2010年から2019年までずっとランクインしていたぐらい、非常に人気の高かった女子アナだ。さんまさんの番組、ほんまでっか TV にずっと出ていて、人気者のイメージだわ。フジに入社して、わずか2年目にアシスタントとして抜擢され、12年半出演していた。さんまさんと番組に育ててもらったという向きもある。そうねえ、さんまさんと仲がいいというイメージがあったわ。さんまさんから毎年誕生日にリクエストしたプレゼントをもらっているのは割と有名な話だな。ふふふ、すごいわねー。大御所のさんまさんに品物をリクエストするのね。あはは、とりあえず経歴から話そうか。はい。カトパンは1985年生まれ、埼玉県出身、国立音楽大学卒業だ。え、音楽大学？音楽教師を目指していたようだが、在学中にアナウンサーを志望したそうだぜ。2016年4月末フジテレビを退社、その後はフリーアナウンサーとして活動。カトパンはプライベートでは、2021年6月に一般男性と結婚している。なんかその時、さんまさんが怒ってなかった？まあ怒るまでではなかったが、なんで今現在のレギュラー番組である、ほんまでっか TV で発表しなかったのか、と質問していた。あ、目覚ましテレビで発表していたものね。それで電撃発表のお相手の方は？結婚相手は年商2000億超えの企業の社長で、神奈川県を中心にスーパーなどを運営する会社の2代目だそうだ。2000億円超え？すごすぎるお相手だわ。また慶応義塾大学出身で、20代で結婚、離婚を経験していて、前妻との間に子供もいるそうだ。結婚報道の後には、過去にアナウンサーの元カノがいたことが報道された。元カノがアナウンサー。モテる人なのね。それにバツイチだったことは、全然知らなかったわ。そういえば、発表当初は、
一般男性とって発表してなかった？所属事務所などから発表になると、一般男性の表現はかなり多いぜ。つまり、芸能人じゃなければみんな、一般男性というくくりになるのね。そういうことだ。会社社長とか発表しても良さそうだけどね。プライベートなことを守りたい、そして、嫉妬で人気を落とすのを避けたいからな。一般人とはもともと違うと思うのだけど。そうだな、だが、セレブと結婚したことで鼻につくという人もいるだろうからな。そうかもね。ところでマリサ、カトパンの出産報告の写真見た？2023年12月にインスタグラムに投稿された写真か？愛あふれる写真だったな。もともと美人だけど、顔が見えていないのに微笑んでいるんだろうなって想像できたわ。次は産休明けの荒井エリナさんについて教えて。2023年4月に結婚&妊娠を発表した荒井さんだが、その頃日本一忙しいキャスターのフリーアナウンサーだった。結婚発表の頃は、レギュラー番組7本とかだったよね。そうだ、そして荒井アナの人気を支えていたのは、男性視聴者だったんだ。ところが、当時出演中だった、グッドモーニングで荒井さんの結婚について特集したことで、SNS で、何を偉そうになど彼女自身が大バッシングを浴びたぜ。それってディレクターとかが決めた特集じゃないの？そうなんだ、だがイメージは大幅ダウンだった。今年2024年1月、新たな番組で復帰したが、週刊誌が結婚相手は、大手製薬会社の御曹司だったことを明らかにした。セレブと結婚していたってこと？一般男性って言ってたのよね？有価証券報告書の、大株主の欄に名前があり、数億円分の株式を保有しているとあった。株だけで、数億円。アライアナ本人も、実家は外車販売会社を経営し、幼少期はアメリカ生活もした帰国子女のお嬢様だ。全く驚かない、むしろ普通の一般人だった方が驚く、全然一般人じゃなくて草などの声が上がった。キャスターを続けたくて復帰したでしょうに、なかなか逆風ね。さて今回は、鼻につく女子アナの結婚について解説したぜ。アナウンサー採用試験は、競争率が激しいって聞くけど、そうなんだ、1000倍以上と言われているほどだ。何千人のライバルの中で生き残った彼女たちの上昇志向は、どうしても高くなるだろうな。そんな人なら、結婚相手にも高いスペックを求めても不思議じゃないぜ。なるほど、経営者や有名スポーツマンとの結婚も当たり前な感じね。そうじゃない人もいるが、鼻につくのはセレブ婚かもな。私も今からアナウンススクールに行こうかしら？いいね、発声に磨きをかけて、ラジオ DJ とここを掛け持ちするとかどう？え、テレビじゃないの？顔を出すなってこと？私の美貌でこのチャンネルは人気になったっていうのに。霊夢のこの発言も鼻につく人がいるのでは。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。